この度はハノイ工科大学創立65周年誠におめでとうございます。ハノイ工科大学とアイデムは2018年より日本語教育を通じて日本企業へ就業を目指す共同教育プログラムを開始させていただきました。早いものですでに4年目を迎え、これまでに150名以上の学生に日本語教育を学ぶ機会を提供させていただきました。そして25名以上の学生が日本企業に就業するチャンスを手にしてくれました。アイデムは日本語教育、日本の文化理解などを通じて日越関係がさらに強固となり、両国の発展に寄与する人材育成をこれからも支援させていただきます。改めまして65周年誠におめでとうございます。